ましたね。はい、さあ試合スタート、キャノンですね。キャノンですね、攻めギャラクティック。さあこのキャノンというマップはどうなんでしょうね、 HQ からすると、内側にこうラッシュがよく来やすいので、はい、内側厚めにする場合が多い。あとロング抜かれるとシフト1と2のシフトが容易になってしまいますので、はい、なるべくロングは捨てたくないという気持ちのマップですね。しかし衝動はなかなか思い切った動きを見せていましたが、はい、HQ 一旦ちょっとそうですね、リスクを取りに、リスクをかけて取りに行ったみたいな、はい、それに気づいたギャラクティックは引いていったみたいなところですね。この海外勢アスリックとは対極の動きを見せてくれる HQ ですが、はい、そうですね、勝負をしに行く傾向が強い台湾アスリック、HQ、はい、さあこの最終試合先行はギャラクティック、後攻が HQ という形で始まっています。マップはキャノン、攻めゆっくりですね。ギャラクティックが勝てば文句なしの準優勝、はい、そして、HQ が勝った場合同率でサンクランが、はい、アストリックとともに、1勝2敗で並ぶわけですが、得失点差の関係上、はい、そうですね、アストリックが準優勝になると、準優勝になると。ギャラクティックは勝てば準優勝、文句なしの準優勝になるわけですね、はい、日本クランのワンツーフィニッシュと、はい、いうことになるわけですが、さあこのファーストラウンドまだ衝突がありません。はい、残り時間はもう50秒切ろうかというところですが、そうですねこの団子状態、あーこれ初のエンカウント、団子状態、団子でいく、あしかしそうですね、 DP 選手いいところにいます。さあ残り30秒ですから、そろそろ来るのは分かっている。しかしこのラッシュが止まらない。はい、47選手落ち着いて1キルを取り返しましたが、さあどうする、おーナイスキル、設置していくのか、設置完了。さあこれ新選手が C4 を設置完了、わおー、ここは47選手が、うおー、これは強いエイム来ましたね。ファーストラウンドを取ったのは H 君、この47選手は強いですね。そうですね、さすがですね、やっぱ今大会も注目ですね。はい、はい、5キル5スコア、あ、1スコア入ったから4人抜きなんですかね。はい、はい、さあ得失点の都合で HQ この試合勝ったとしても、はい、もう準勝がちょっと無理なんですが、そうですね、しかし AIC、はい、世界王者の座についた HQ としては、はい、このまま3敗で帰国するわけにはいかない、いかない、そうですね、どういうことだと、ここはやはり勝利を挙げて少しでもこう、はい、結果を残して帰りたいというところでしょう。はい、その HQ まずはファーストラウンドを取りました。こちらは上海選手、はい、今大会非常に複数キルが目立ちますが、はい、さあ、おっと、これは面白い、4番、うわ、面白い、ここは47選手が MC 選手に打ち勝っていきます。勝ってきましたね。しかしここは新選手後ろ取って一中を完全にクリアというところだったんですが、はい、まあ、スナイパー残ってますね、HQ、はい、エア選手、さあドラパン選手設置しますが、ツノツーこのところから、おっとドラパン選手がまずは47選手を倒して、はい、さあこのワンワン、おーっと一人目をスナイパーライフルで倒して、その後ハンドガンで続けざまにダブルキル、はい、見事な取り返しを見せた AR 選手、2ラウンド目を取ったのも HQ、はい、素晴らしい判断でしたね今のは、はい、ツオンツーではありましたが、はい、ギャラクティックヒットポイントが少なかったですね、残りが。そうですね、はい、2ラウンドを練習した HQ ですが、はい、ファーストキル、このラウンドもファーストキルを取ったのは HQAR 選手。さあここは団子で入ってきますが、はい、先頭をまず倒されて、しかし2人会えたのは痛かったですね。
さあなんとかニナカ取って四方設置はしたんですが、傷がでかかったか。これはさあ2対3になりました。さあここをうまく取り返しを阻止できるのか、ギャラクティック。それとも人数量を生かして取り返すか。 HQ、 しかし1人がまず倒れて2人倒れる、はい、そしてワンオンワン。おーっ と、 ここはハンドガンで上海選手が仕留めていく。3キルですか今のは。2キルかな。これは見事でしたね、はい、これで1本を取り返したのはギャラクティック、はい。ギャラクティック中央ロングを見ることはあんまりしないですね。しないですね、はい。まあ、自分から顔出すというよりは詰めてくるのをアルプス選手が警戒しているという形です。そうですね、ここは満を持して出ていくか。ぶつかりやすいですが、今打ち上がったでしょうか。センター、いやないですね。煙幕があったんで見えなかったんじゃないかなと思います。こちらネムシー選手、はい、音を立てずに移動はしますんで。ますね、ここはゆっくりと、はい。さあこちらは AR 選手。お、面白いキーボードの使い方ですね。新選手下の方でやってました。現在の下は DP 選手、はい。さあ非常にゆっくりとした展開、はい、50秒を切りましたが、そろそろアクションがかかるかというところをドラパン選手ヘッドショットで47選手を捉えます。はい、で一気になだれ込んでニナカ設置完了というところですが、はい、あ、さあここは上海選手の位置がなかなかキーポイントになりそうですが、UAV されちゃいましたが一人を倒して、はい、さあ面白いところ上海選手、これはシャーン選手の位置が気になりますね。いやらしい動きで、はい、おお、いやらしい動きでスナイパーを翻弄してきました。これはやはり一人を後方に残して背中を取れたというのは大きかったですね。大きかったですね、はい。これで2対2の同点、ギャラクティックが追いつきました。はい、さあこのサミガワのスコア、やはりドラパン選手、上海選手、この2名がかなりそうですね切り開いていっていますね。はい、こちらは 6C 選手、そしてドラパン選手の視点、はい、ここまで攻め守り両グランドも2本ずつを取っている展開ですが、はい、UNA プロデューサーが見てどうですか。これはどっこいどっこい、どっこいどっこいですか。どっこいどっこいですね。こう珍しく2側への攻めがよく見られてますが、そうですね今回は、はい、やっぱ1位はラッシュ気味になりがちなんで。そうですね、はい、しかしなかなか2側を取った後も囲まれて取り返しがなかなかこうしやすい、そうですね、比較的しやすい、はい、比較的守りやすいですね、というところで取ったところでというところがあるんですが、はい、ここはうまくギャラクティック取った後も1人を後方に残すなどしてうまく攻めています。はい、拠点を守るやり方は功を奏していますね。 UAV うまいこと生かしていく、これは UAV 取りましたね、はい、捉えてダブルキルから、
あ、これは人数有利の状態での設置が完了しました。ギャラクティック、はい、HQ は AR 選手、そして47選手、しかしこの両エース、はい、T 選手はいいところにいます。しかしまずは40選手、47選手をシャン選手が倒して、はい、1人は取り返すもののすぐさまカバー、はい、これで3対2、1本リードギャラクティック。台湾 HQ の殲滅力っていうところが高いっていうのがやっぱりあると思うんですけど、はい、今回それがあまり見られないっていうのはちょっと不思議な気が、はい、それが台湾選手の調子が悪いのか、それとも日本選手の調子がいいのか、その殲滅力のこう力がやっぱり上がってきているのか、上がってきているのか。台湾選手の一人で何人も止めるっていうシーンがないように立ち回っているように見えますが、いや、やっぱりうまいですね、47選手、はい、やはり当てる能力としてはかなり高いですね。47選手なんかは取り付けたことがありますね、はい、しかしそこを連携でうまくはい、カバーしていくというところなんですが、はい、さあこのラウンドは、前半戦最終ラウンドになりますが、現在の状況としては攻めるギャラクティックが1人不利の状態。あ、詰めていきますね。ここでさらに1人やられます、 6C 選手、はい、うわ、削られていく、ちょっとずつ。これで残る1人となった新選手、これ4人は、これはつらい、つらい。これで3対3、同点での折り返しとなります。はい、さあ折り返しまして、攻めるのが台湾代表、はい、オータム HQ、 そして守るのが日本代表ギャラクティックということになります。なりますね、はい、ラウンド取得状況は3対3の同点。さあここは2人見えたところ、奥側から最初に倒してきましたが、はい、これは面白い。これはもう四方段まれてますね、はい、まるでパッとこの上空配置だけ見ると攻めと守りが入れ替わったような形になってますが、はい、中央と1の方で守りがギャラクティックが進行し、はい、で2の方で大部分がね HQ 行ったんですけど、そこで撹乱して1でも行こうかっていうところで、1の前に1側の方に四方を持ったキャリーがいたんですけど、はい、そこが落ちてしまい、このような展開に。さあこうなると完全に四方を抑えられている、はい、HQ 苦しい形になっていますが、はい、お、しかしここはなんとか取れましたね。ここは四方を抑えていたんですが、ギャラクティック無理はしなかったんですね。逆にここですね、47選手が、さあ1人、2人目はならず、うまい。しかし 6C 選手がカバーして、BO 選手、それに続いて、おっと、ここはジャイ選手もやられてしまう。これで4対3、1本リードは HQ。 さあ今のラウンド、ギャラクティック的にはどうなんでしょうか。 C4 を抑えたところからの、そうですね、守りだったんですけども、 C4 のあえて C4 を取らせ、あえて取らせたんですよね、あれは。圧力も抑えて撤退というふうには見えますけどね。そうですね、はい、あえてキルされるのをこう一番リスクなので、それをさせない、はい、させないという形で引いていった感じですね。安全圏の方に取らせても拠点さえ守っていれば設置はされないんで。さあそこはいろいろな様々な状況判断があると思うんですが、はい、さあそれが良しと出るか出るか京都出るかというところなんですが、さあ試合は8ラウンド目に突入しています。はい、やっぱりこう見ていくと台湾の殲滅力を糧にした攻めは非常に強力だなと、 HQ の強力攻めは強力だなというふうに思いますね。はい、さあこれは下が出ませんでしたが、 DP 選手が倒したところ、はい、おっとこれはかなり激しい戦いが行われているようです。ドラパン選手は一人で、あーっと、アル選手今のも瞬時に捉えていきます、はい、ここは外しますが、そうですね、やれないよ。さあツンは、おお、この距離いきなり目の前に飛び出てきた敵を撃ち落としていく、はい、なんと
気づけばワンオンワン。おっと一発当てれば勝てますかね、スナイパーは。ですね、もう瀕死という報告は出てるんですね、はい、きっと。おっとおっと、さあどうなるんでしょうか。はい、しかしこの状況からでも AR 選手が持っているのはスナイパーライフルです。そうですね、本当にお互い次の一撃で勝負が決まるかというところですが、はい、このワンワン、はい、すれ違っていく。爆弾が設置された。ここまでこの AR 選手、はい、スコア12-5、ダントツのフラッグトップです。はい、何らかに設置されたからのこのワンオンワン。さあここからドラッグショット出るのかどうか。どうなる。うわ、さあ捉えたのは AR 選手。球を打たせなかったですね。さああと一撃だったんですが、はい、ほとんどヒットポイント見えてないな、ミリの状態でしたが。そうですね、さあ今のラウンド取ったのは HQ としてはでかい。でかい、完全に不利な状況のラウンドでしたからね、はい、いや攻め速高い選手ですね。カバーリング入ってくる。さあしかしここで流れを持っていかれたくない。はい、ギャラクティック思い切った前に出る守り、構想しましたね。1対3。これがうまくはまって、はい、勝負に勝ちかけて勝負に勝っていったというところですね、はい、さあ HQ はこれで47選手ただ一人が残ったという状況になります。はい、そして C4 ダウンが分かっているようですね。ワンオンスリーからの攻め、そしてこの状況で C4 を抑えている。はい、47選手は見せていくのか。これは確実に決めていきます。アルプス選手のスナイパーライフルが捉えて、これで5対4、1本差。さあどうするんでしょうね。おお、さあこのラウンドファーストキルを取ったのはアルプス選手。はい、BO 選手が沈みます。おっとアルプス選手2キルか。ここでダブルキル。はい、すごい煙幕の中をしっかりとネームを見た瞬間に打っていきましたね。でこちら先ほど素晴らしい活躍を見せた AR 選手、はい、6C 選手が設置して、しましたが、はい、AR 選手は倒されてしまいます。1対5。さあこうなると辛い、5人で攻めてくる。おっと、しかし1人2人行くのか。これは弾がない。はい、2人目までは行きましたが、さすがに人数振りは辛かったですね。辛かったですね。いや、どうなるかと思いましたけど一瞬、はいはい、5対5。これで5対5の同点。はい、こうなってくるとまたどちらが勝つか全く分からないような形になってきましたが、ね、はい、お互いのスナイパーの活躍がこのラウンド勝利の行方になっているような感じがありますね、はい、ありますね。さあアルプス選手若干今大会調子が悪そうな感じがあるんですが、はい、しかしこの試合徐々に調子が出てきているように見えますが、見せ場ができていってます。おっと、砂退屈。今の隙間も、はい、当たりはしませんでしたが、アルフ選手は当たってるかもしれませんね。当たってるかもしれませんね。半分になってますね。はい、はい、うわー、やらしく、やれていく。アルフ選手47選手に倒され、しかし人数状況は4対4。ネオシ選手が危ない。ここは、6C 選手が打ち勝ってダブルキル。はい、厳しい。さあ C4 設置されますが、残り1人になったドラパン選手、これは辛い。このラウンド 6C 選手、はい、4人抜きですか。ですね、どんどん見どころがたくさんありますね、はいはい、さあ4人抜きが飛び出たところで先に位置をかけたのは台湾代表ウォータウン HQ。 はい、まだ0勝2敗の HQ、 この試合だけは負けるわけにはいかない。そうですね、それはその HQ が先にリーチをかけたというところですが、これらどんな展開が待っているか。スモーク越しの、はい、
おおっと、ここでアルプス選手がまずファーストキルを取ってきます。ナイスフォロー。そうですね、この中央をよく使われるっていうところで2人で見に行ったのは大正解でしたね。はい、しかしスナイパーが置いている。 AR 選手が勝てていきます。はい、じゃあ上海選手、おー、ナイスセッション。これで人数力は2オン2。はい、すれ違っていきますね。さあ、どうなる？この李王選手がこの位置ですが、はい、いい判断ですね。いい判断ですね。はい、じゃあここですね。この DP 選手のうまい判断でこう、はい、リモート地のところからダブルキル。これは見事に意地を見せた HQ。 試合終了、勝者は台湾、ウォータウン HQ。 おめでとうございます。はい、おめでとうございます。見事、はい、最終第6試合勝利したのは、はい、台湾代表ウォータウン AHQ です。